L カセットと C カセット C カセットとマイクロカセットベータと VHS カセットテープは磁気テープメディアの種類でテープが露出するオープンディールに対しカセットに収めた状態で使用するものであるデータレコーダ専用の規格はカセットではなくカートリッジと称する場合が多いが技術的な差異はないオーディオビジュアルテープ用カセットはテープを巻き取る回転軸を2本設ける場合が多く コンピュータテープドライブ用データカードリッジは体積データ密度を高めるために回転軸が1本の場合が多い。カセットテープはコンパクトカセットを表す場合も多い。長所は汚れにくく取り扱いが容易であることである。テープはリールであるハブやスリップシートなどとともにハーフやシェルと呼ばれる筐体に収まる。小窓がある。 標準ハーフと透明のシースルーハーフが存在する。カセット本体とインデックスシールやインデックスカードなどを紙や樹脂ケースに収めて販売する事例が多い。切り張り編集に繊細さを要することが短所である。技術的に必然な特徴ではないが、カセットテープは小型で可搬性に優れるが、収録時間か音質が犠牲となる。音声用で、 最も普及したコンパクトカセットはオランダのフィリップス社の技術者ルー・オッテンスが開発して特許を申請せずに公開技術として広く普及させた。当初はモノラルで後にステレオ方式が追加され1970年代にハイポジション用テープが普及した。他に RCA ・ビクターが1958年に開発した。 テーペット、アイワが1964年に開発したマガジン50テープカートリッジなど独自規格のカセットテープも乱立した。2000年消費者物価指数の対象品目から除外された。家庭用、民生用放送用、業務用。ありがとうございます。